久しぶりに降りました。この駅に思い出いっぱいのルックだけを手土産に。こんばんは、市議会議岩本和夫の和夫チャンネルの時間がありました。30分間よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、冒頭にちょっと寂しいお話をするんですが、僕の中学時代同窓生、クラスが一緒になったことはないんだけどね、市議会で僕の、若干後輩で3期間一緒にやったんですよ。新倉博康君が一昨日他界をされました。同窓生が亡くなるっていうのはね、我々その同窓生にしてみるとね、結構ショックだし、一緒にね仕事してた仲間っていうのもあって、大変寂しいなと思っています。心からね、通称ひろちゃんのご冥福を祈りたいと思います。どうしていい人から先に亡くなっているのかね。でしょうね、本当に。だからってね、あいつ死んじゃえばいいとは絶対思ってないけれどもそういう人なんかこの世にいないですけどね、でもあの人だけにはもっとね頑張ってほしい、もっともっと世の中にねいいことしてほしい、で助かる人もたくさんいるし、そういう方がね亡くなっていく。でそれとね、今日さっき、Facebook で知り合いの人が見つかってお友達になって、そのお母さんと3人で飲みに行こうねっていう約束を前にしてたんだけど、一回もね、実現していないんですが、そのお母さんから元茅ヶ崎市立病院の総副長やられた方で、非常に個人的にもお世話になったし、とってもいい人で、その方の娘さんとね FB でつながったんで、例の約束3人で飲みに行く話ね、今までずっとご噂になってたから、そろそろやりましょうよって言ったら、今年の3月に亡くなりました。これもね本当にショックでね、ちょくちょくそれ思い出すわけ、でそのお嬢さんや横門の上の方で自分で仕事してらっしゃるのでね、横門の前通るとまだ飲み行ってねえなと、ね、いつも思ってて、で時々外でお会いしてたのでね、まさかご病気になっているって知らなかったんですけどもね、その方も本当にね神様のような言い方でした。今日はねそういう訃報が実はもう一つあってね、小日向君っていうのはうちの事務所にいた人なんだけど、今は独立して、自分で企画をやったり、あと音楽のプロデューサーをしたりね、あれ自分のバンド活動をやっていたんだけど、ちょっとしばらく闘病生活をしていましたけれどもね、急変してしまいまして、この方も本当3、4日前に亡くなってしまいましてね、この本当3、4日の間にちょっと悲しいことが、矢継ぎ早に来たのでね、寂しいなと思ってないですね、本当に。心にこう穴が開くような感じがしますよね。そういつかね、自分の身近にそういうことが起きるだろうっていうのは誰も覚悟はしてるんだけど、いざそういうことが起きてしまうとね、なんであいつにガンガン回ってくんだよ、国民の何パーセントかはね必ずガンになるみたいな変な数字があるから、僕だってその確率の中から抜け出せないわけだけれども、とにかく病気は嫌だね。なんとかしてその人の命を奪うような病気とか事故とかね、災害とかっていうのはもうなんとかして、なくしていかなくちゃいけないと思います。老衰で亡くなるっていうのはこれはもう人間のね、細胞がある時は全部死滅せざるを得ないんですから、それは生物の持って生まれたもので、これは仕方がないんだけど、やっぱり病気とか事故とか災害っていうのはね、いろんな技術とかいろんなことを駆使すればね、どんどん減らしていくことができるわけですから、そういうところにもっともっとね力を注いでいって、核兵器作ってる金があったら、やっぱり医療機器もっと作れよと。そうですね、
今度ね、神奈川県も重粒子線がね、来年あたりから、もう来年ぐらいかな、稼働するんだけどね、今もがんセンター新しく作り直してましてね。そうなんですね。まだ日本重粒子のがん治療器っていうのは、山陰台しかないのかな、近いところだと静岡にはね、ずっと昔にできてるけども、それができると、今まで治療できなかったがんがかなり治療できるということになります。ただ治療費が300万とか500万するわけよ。でそれをなんとかね、そんなにかからないように健康保険が使えるようにとかね、今いろいろやってるんだけれども、はい、なかなかその後ね、一朝一夕はいかない。もうお国の方がね、無駄がないと言ってるけど、いや実はたくさんあるんで、まあ、その辺は後で池田統一郎さん来たらね、はい、国家予算の無駄な ね、常用権20億が軽くあるだろう、そう、ね、そういうところをちょっとね、聞いてみたいなと思いますけど、そういうところ、消費税のね、そういうのを作ってほしいですね。そうもっと人の命を守るためにね、はい、税金っていうのは使ってほしいなと思いますね、はい。それではですね、今日の本題、はい、本題月並みですけどね、セクハラヤジ、はい、これをちょっと考えてみたいなと思いますね、はい。僕も議員やってるんで、あのことは話題にはなりますし、電話もかかってくるわけね、うん、東京都議会に電話したけど誰も出てくれないんだよ。でうち神奈川県議会なんですけどって言うんだけど都議会に電話に出ないから県議会に電話されてもちょっと困るなと、ね、でコメントを求められたとしても困る話だし、で結局都議会のあれはどうなってるんだみたいなお話らしいのね。そうですうちはもう知らないからって言ったんだけど、同じ議員なのになんでその知らないんだね知らないんですよ本当に直接会って聞かないとね、僕らが知ってるのはやっぱり新聞とかテレビで報道されているものを、まあ、7割ぐらいカットして、理解してますけどもね、その程度の知識しかありません。ただ現実にああいうことが起こったで、こういう対応があったっていうことについては、まあ、ほとんどが事実でしょうからね、それに対して僕らもこうした方がいい、ああした方がいいというアドバイスを若い議員さんにしたりしてます。でよく聞かれるのはね、市議会とか神奈川県議会はどうなんだっていう質問をよく受けます、うん。茅ヶ崎市議会ってね、やじないんですよ、ほとんどやじないんですよ。それは なぜですか。やっぱり文化だよね、そういう文化、やじを飛ばさない文化、うん、だから下手にやじ飛ばすとみんなに何言って見られちゃうみたいな。だから僕が議員やってる時も、にもね、何人かはいました、はい、でもその何人かしかやじ飛ばさないの、うん、A さんと B さんと、で僕飛ばしてたんですね、でもそのなんていうの、低次元のやじはないわけよ、うん、その通りとかね、はい、ナンセンスとかね、うん、そういうやじで別に傷つくようなやじはなかったり、あと議長がちょっととか委員長が失言をしてしまったりってのがあってね、はい、一個の面白いのがあったの、もうこれ時効の話だから言っちゃっていいかもしれない。決算委員長はね、報告するんだけど、これ茅ヶ崎市議会ってすごい無駄でね、決算委員会3日目4日目やるわけ、それの発言のほとんどを委員長がね、最後の本会議で言った人の意見を、まあ、要約するんだけど、それをその委員長の審査報告って読むわけ、2時間ぐらいかかる、2時間ぐらいずっと読んでるわけよ、で配られるんですよね、だってさ配られないの、あ配られない、うん、それはちょっと分厚いから配られないんだけど、その2時間って退屈で、でも議事録みたいなのあるんだよ、決選委員会の議事録ってのあるから、その議事録みたいな全部載ってんだから、議事録ポンと置いてね、詳細はお手元に記載の通りですで済ませちゃえばいいと思うんだけど、で2時間喋ってる誰も聞いてないんで、実はひどいですね。しかもつまんないじゃない、一回やったものをさ、誰々が来ました、誰々が来ました、でその時にね、ある議案に対して、何々という議案が載ったけれども、提出した質疑もなく
切っちゃったね。停止停止と質疑もなく、それはどういう意味だったこれはちょっと問題になりましたね。で質疑を行った結果、あの質疑もなくって普通言うんだよ、うん、あるいはあの少々の質疑の結果とかね、うん、いものの言いようはあるんでしょ、うん、停止した質疑もなくってさ急にベランメクション急に間違う時便なんだけどさそれはね、みんな笑いながらダメそれダメって発言と訂正を求めたりしたことがありましたけど、まあ、そういうのはさ、あの別に、なんていうか、ちょっと滑っちゃったみたいな、うん、あのいうことだからね、まあ、あの停止した問題じゃないんだけどさ、停止した問題じゃないですね、まあ、笑って済まされることだけれども、ただ議会という場で使っていい言葉ではないね、うん、というのでチェックが入ったっていうことがありましたね。でそういうことぐらいでね、あんまり、あ、一つあったな、一つ、それは僕の発言なんだけど、茅ヶ崎市役所の部課長の首を半分すげ替えないと茅ヶ崎市は良くならないと言っている市民がたくさんいますよって言ったのね、はい、そしたら問題発言だって言って議会が中断されて、うん、あの発言を取り消せってなったわけね、うん、で、いや僕なんか間違ったこと言いました、うん、こう言っている市民がいるって言ったんだよ、うんうん、で、俺はこう思ってんだって言ったらそれは問題発言って言われてもいいかもしれないけど、うん、こう言っている市民がいるって言ったことについて、なんで問題発言になるんですか、うん、ご市民の、ね、代弁者として代弁してるだけじゃないですか、うん、で、怒るんだったらそう言ってる市民を怒れよと、うんって言ってね、3時間ぐらい議会空転したんだよね。で、僕は絶対取り下げません。うん、で議長とかいろいろ斡旋が入ってさ、うん、で最後ね、事務局長まで出てきてさ、うん、事務局長って議員の発言どうのこうの言っちゃいけない立場じゃないんですか、うん、顔出さないって言わないって言ってね。それで、でまあ、あまりにもさ、消せ消せっていう人が降りないから、うん、まあ、しょうがないから、そんな議会止めておいてもしょうがないからね、うん、じゃあ、でも同じこともう一回言いますよって言ったら、うん、つまりどこどこの文を消すっていうのをもう一回発言するわけだよ、うん、だからもう一回でっかい声でさ2分の1組み切らないと違う選手がよくならないって言ってる市民なんですよの部分を削除してください結構爆笑だったよ、うん、でまあカンカンガクガクやりながらね、最後ちょっと笑いを取るような締めくくりの仕方っていうのはやっぱ目的上であるんですよ、うん、そうですね、うん、でコメントいただいてますけど、はい、ね、まあ議論する場でヤジが必要とは思わない、そうです、ね、だからね、僕は県議会ってびっくりしたの、ヤジが多いんで、うん、なんじゃこれかと思ってね、よく国会中継とか見てるとすごいじゃん、ヤジが、すごいですね。でこれがさ、東大とか京大とかね、出た頭のいい方々の集団かなってさ、本当に思ってしまうほど、その下品だよね、ヤジの、ヤジとかドンの多さっていうのは、もうちょっと静かに聞けないのかね。基本的に、ヤジが議会の、花だとか言っちゃって、知事が、ちょっといいヤジどんどん出してくださいよって、議員けしかける場面もあったりするんだよね。違うだろうと思うんだけどさ、でもまあそういうところに育った人はあれが当たり前だと思っちゃうから、で僕なんかみたいにその品のいい茅ヶ崎市議会で育った人はね、県議会行くと何じゃこれやと思うよね。でその文化の違いっていうのはやっぱりすごくあるのね。で県議会の場合には市議会から上がった人ってあんまりいない、少ないから、いきなり県議会議員になっちゃった人もいるから、他の議会がどうやってるかって知らないと、ほとんどの人が。で知らない人にやじダメだって言ってもね、うん、これが神奈川県議会の文化なんだって言われるから、へへーって言うしかない、うん、ないんですね。うん、でもね、神奈川県議会やじ多いけどね、変なやじはないですよ。うん、一度も僕、こう11年やってましたけどね、この11年間で、おかしなやじとか、もちろんセクハラやじなんてないしね、うん、そういう意味では、非常に健全ですね。ただね、拍手するんだ。発言する人に
代表質問とか一般質問とかに出ていくじゃない、うん、とそので一般質問に出ていく議員が出ていって、出ていくときに、いやタクシーだな、うん、で終わったときもまたタクシーして、うん、で終わって自分の議席の近くに来たときにまたわーで3回拍手するのいい限りです。でそれもさ自分の会派の議員にしか拍手しないんだよ、うん、でこれっておかしな文化だなと思ったわけね、うん、でもまあしょうもないから黙ってたんだけど、うちのみんなの党は全員に拍手しましょうって言ったの、うん、全員に拍手しないか全員に拍手するかどっちかにしよう、うん、でもまあ、 拍手しないとなんかあいつらなんだと思われるから、うん、で全員に拍手しようって、うちはね全員に拍手するんですよ、うん、でそうやって自分たちからねこう変えていかないと、うんうん、人には言えないからさ、そうですね、俺が質問するんだからあんたのところも拍手しようなんて言えないじゃんねえ、でうちはねそういうやり方をしております、今回のねセクハラのやじだけど、ああいうのはね、まあ、議会だから大変問題になっているし、うん、マスコミも非常に大きく取り上げたけどね、うん、我々の普段生活している中ではうんとありますよ、ああいうことは、うん、そうですね、うん、ひどいなと思ったのは塩村さんの、うん、FB にみんないろいろ書き込んでるのね、うん、すごい下村さんを否定するようなことも書いたんだけど、うん、なんでこんな反下村派をお友達にしてんだろうなと思うんだけど、うん、こんなお友達が削れればなと思いながら読んでたんだけどね、うん、その中に下村議員って美人ねって書いたの、うん、これセクハラじゃないですかって明らかに、うん、そういうこの全然別のところでの発言であれば、うん、そうではないでしょうけれども、うん、今この流れの中でそれを言ってしまったらいけないですよね。アメリカのことでしょ、うん、You're beautiful って言ったらセクハラじゃないですか、うん、でそういうところがまだまだ日本人は気がついていないというかね、そういう発言がセクハラだと思わない人の方が圧倒的に多いのかな、うん、でひどいのは、ね、今朝の新聞かな、議員に、うん、セクハラとは何ぞやの研修を受けさせろっていうわけ、うん、受けさせた方がいいっていう、それはそのセクハラを何とかしなくちゃいけないっていう会の代表の人がね、はい、それっておかしくないですか、うん、改めてそのセクハラっていうのはこういうものでこういう発言をしてはいけないなんていうことを研修受けなくちゃいけないようなレベルの人が政治家になってること自体の方が間違いじゃないですか、うんうん、そうです、だから知見でもやってさ、でその試験で記述にどれがしこれ次の中でセクハラと思われるものに、ま、丸をつけるみたいな試験をやってたで記述以下だったら議員を剥奪しちゃうとね、バッチ取っちゃうとかね、そういうんだったら分かるんだけど、うん、研修受けさせるっていかがなものかな、ね、うん、どうなんでしょうっていうかね、はい、僕はそんなことじゃなくてやっぱり日本の文化がまだまだね、うん、男尊女卑の、うん、環境から抜け出ていないんじゃないのかな、うん、 そうですね、でそれは日常生活の中でそういう環境にいると男は大抵が気づかないわけさ、うん、で僕なんかはねよく今言ったらそれセクハラだろうってよく言うよそれ、うん、口癖のようにそういうことがあるぐらい、うん、そういう発言をする男性多いけど、うん、女性っていうのはさピピンとこう感じるじゃん、うん、どのぐらい感じてるどのぐらい、うん、例えば外資系の会社の場合はねまずすぐないと思うんだよね、うん、基本的にはないです ね、うん、ね、あと外資系でもねずっとね、うん、外資系でまずそういうことしたらね社長なんかクビになっちゃうからね、うん、まずありえないと思うけど、うん、皆さん気を使いますから、うん、それは、うん、でそのねコンプライアンスの研修もものすごく厳しいですから、そういうことはないし、まあ、意識ですよね、うん、それやっぱり大事に、うんうん、でもね新聞なんかにさよくても上司が部下の女の子にその触ったりとか、うん、個人的にどっかつれて、うん、相手が嫌がって、うん、明らかに嫌がっているにもかかわらず誘ったりとかね、うん、そういうのも本当に日常茶飯事のようにですね、うん、こう出てくるわけですよ、うん、そうですね、だから私なんかだと職場っていうよりも、うん、
そのどこかの居酒屋さんで一緒になったおじさんの急ないきなりのこう飛んでくる発言が、うん、なぜそこで今あなたにそんなこと言われなきゃいけないの、うん、っていうことはありますね。そういう親父さん結構言いますよね。マキちゃんなんか何でもでしたでも東一郎さんには入っていただかないと、ね、そろそろ東一郎さんちょっと、あと10分しかない入ってください、はい、あどうもこんばんは、こんばんは突然でございますがちょっと見てたら入ってっていうことになっちゃいました。今日はね今世界中を騒がしている世界中をセクハラ発言のことをねやっぱり議員の一人として取り上げなくちゃいけないなと思って今日はその話題なんだけども、国会でもなんかねそんなことがあったって今新しいですね今頃ねなんか4月とか5月とか、うんだいぶ経ってからね、うん、あれはどっかにマスコミが調べたのマスコミさんに誰かが言ったらしいですよ、うん、そんなこともあったぞ、うん、こんなことあったよって、それはこの時期だったらパクってくるよね。そうですね、うん、で、まあ、あれはねご本人もいや笑い飛ばしたって言ってるけど、うん、まあ笑い飛ばせる、うん、その時にやっぱり雰囲気だと思うよね、うん、まあ基本でも言われた時にね、うん、ちゃんと言い返さないとね、うん、まあ女性は女性でね、うん、頑張っていただかないといけないかなと思うんで、うん、本当はね、質問してる本人じゃなくて聞いてる側の誰かがね、うん、議長ってやって、うん、議事進行ってやって、うん、今の不規則発言はね、うん、ちょっと問題だと、うん、直ちに議論を開かれたいって言って、うん、休憩の論議を出すっていうことを誰かがやればね、うん、きちっとしたのではないかな。そうですよね、うん、でずるずる言っちゃったから、うん、おかしくなったで僕は県議会で若い人たちにああいう場合はどうしたらいいのって聞いたので、うん聞かれたんでね、僕だったらこういう方法を取れると、うん、議長、議事進行についてって言うんだよって言ったらみんなが、議事進行ですって言ったこれはどういう意味ですか、これは動議なんだ、動議、これ優先動議だから議長は、まずその動議について誰かが必ず一人でもいいからその動議に賛成っていう声を出してくれれば、うん、動議として取り上げなくちゃいけないので、うんうんうん、ただいま、規則発言について、うん検討するようにその休憩の論議に入りましたが、うん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 、これについていかがいたしましょうかって図らざるを得ないんですよね、うんうんうん、でその時に とっさに図るから、うん、議員たちもとっさにどうしたらいいのかなとか思いながらさ、うんうん、大体は委員して言っちゃうんだよ、うんうん、で国会もね、うん、変なことをやると、うん、委員会だと理事が、ね、出てきてね、うん、今のおかしいんじゃないかって言って、うんまあ、委員長からね注意してもらうとか、うん、まあなんかいろいろありますよね。県会の場合にはその理事が出てっていうのは予算委員会しかないな塩村とかのなんかで騒ぎすぎて、うんうんまあ、騒ぎすぎってのもあるかもしれないけど、うん、これだけさみんなよその国も騒いでるっていうのはやっぱり日本人がねいかがなものかっていうふうに言われてるんだから、うん、騒ぎすぎっていう前に まず自ら襟を立たしているのかいないのかを深く反省した方がいいと思うね。ちょっと品がないのがね品がないお品がないのがね、うんうん、やっぱりちょっと困りますよね。そう、今日隣ね今日急遽来ていただいたのは急遽本当に国会議員 の衆議院議員さんのね政策秘書やってる池田統一郎です。もう政策秘書ないね。ないですね、うん、政策秘書ってすごいんだよ。議員に代わっていろんなその政策を作ったり調査をしたりね議員一人なんか本当に何もできないから ね、うん、だから政策秘書を中心にスタッフがいろんな調査をしてその議員の必要な政策を作っていくスタッフなんてさ、うんうん、まあね、だから大変なお仕事。まあいろいろやってますけど ね下手すると議員よりも政策秘書はものしてたりする。そう思いますでもさっきの県議会で、うん、みんなの党の会派はなんか全員拍手するっていいですね。国会もね、やっぱり自分の会派の人にしか拍手しないんですよ、うん、でしょ。あれって僕らね、おかしいと思う。おかしいですよね。民主的じゃないと思う、うんうん、みんなに拍手すればいいんだなと思う。なんで自分のところでこうやって議員のことおかしいと思う。でね、国会はね、こうやじ部隊がいてね、で、一番若い人は前の方に座ってもらって、うん、それで、うん、やーってやじれっていう、こう席があるんですよね。まあ、そういうのもね、なんか時代遅れのような気がするけどね。そうですね
なんか結構あの、批判的なものも来ておりますね。でまああのとにかくこれをまあこういう形であの問題視されているのはいかがかなとは思いながらもね、うん、あのとにかくいい機会なのでオリンピックを控えてね、うん日本人がもう一度本当にちゃんと社会科学的に先進国に並んでいるのかどうかっていうのを反省すべきだと思うんですよ。そうですね、うん、で僕はね昔から言ってるんだけど日本はその民主主義って何かとか平和って何かとかあのそういう社会科学哲学みたいなものをしっかりと学ぶチャンスがない、ね、なんとなくこうなんとなくに日本みたいなこういうのが戦争がないのが平和なんだみたいに思ってるけど実はそうじゃない平和を勝ち取るにはもう大変なね、うん、あの努力をしないと勝ち取れないものだというようなこととか、まあ、今の日本にはその薄れちゃってるのかな、うん、で民主主義だって日本は民主主義ですって本当に民主主義ですかって問いたくなることはうんとあるわけじゃない、うん、でそういうこととかね僕は日本はまだまだ鎖国だって言ってるのは、うん、よその国でも日本よりも優れたその平和主義だとか民主主義をきちんと政策としてやってる国あるじゃないヨーロッパとかねでそういういいところも、まあ、悪い国もあるけどねいいお手本とすべき国があるからねいろいろ学んでいってね、うんうん、そうするとセクハラだってやっぱり基本的には弱い人のために弱者を救済しようっていう精神がイギリスなんかは昔から発達してるわけじゃない、うんうん、レディーファーストという、ねうんうん、言葉とかね、うん、海外にはヤジはないんですかっていう、うん、海外はヤジはないんですかって書いてイギリス議会はありますありますよねあります、うん、ありますけど、発言と関係ないことを言ってはいけないという、うんうん、まあ両官も両官みたいなのもあるので、うんうんうん、じゃあ腹減ったってもダメなんだねそうだね、うん意味不明とかって言うねそうですね言ってることに対しての意見であれば、うんうんうんね、そう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 、まあ、そういうわけでセクハラに端を発して日本人が、うん、オリンピックでたくさんの外国人を迎えてその方々と接するにあたって、うん、日本人って先進国だねってさ、うん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 、言われたいな、うん、そうですね、うんで子供や若い人が立ってるのに平気でさ、考えかけて座ってるお兄ちゃんもいるしね、うん、最近さ、みなとみらい乗るとね、外国人の人って結構乗るんだよ、うんうんうん、彼らはね、小学生とか来るとパッと立つよ、うんうんうん、若い女性の人もパッと立つよ、うんうんうん、高校生ぐらいの子までよ、うん、で僕らはああいう、多分アメリカ系の人なんだろうと思うけど、うんうんあ頭が下がるね、うん、彼はそれはもう普通の文化っていうか常識としてやってるからね、うん、別に照れることもないんだ、うん、僕は当たり前に前に子供たちがスッと立ちます、うん、そういう、まあ、そういうのをね見習ってね、うんはいそうですね、両極というんじゃないんだけれども、うんまあ、いろんな意味で自然からからいろんなことを考えて気遣いね、気遣いよね、だからね、東京はおもてなしでしょ、神奈川県は思いやりでいきましょう、はい、では、はい、今回はこれで残念ですね、時間がかかりました、ね、さよなら